どうも皆さんこんにちは。薬に頼らず体質改善ホッティ薬店のホッティです。今回はですね、僕の嫁、看護婦である理学療法士でもある嫁がどうしてホッティの塩にハマっているかっていうことを説明していきたいと思います。僕のチャンネルでは塩やミネラルを使った健康に特化した情報をお届けしておりますので、チャンネル登録をして見逃さないようにして、笑顔で健康な人生が過ごせるように一緒に頑張っていきましょう。インスタでも体験談がめちゃくちゃ載ってますんで、チェックをよろしくお願いします。ではやっていこうと思うんですけど、嫁に出てって言ったら手紙をくれたんですね。やっぱりね、ここにリアルで YouTube 出るのはちょっとまだ時期少々っていうことなんで、手紙をもらいました。ホッティの嫁の告白っていうことですね。いきます。起業で失敗してどん底生活だったあの時、まあね、1日30円の売り上げとか、ブラックサンダー1個しか売れませんよみたいな時ありましたよね。本当にね、かなり苦しかったですね。看護師で私が食べさせるのだと覚悟したほどでした。会社員として順調に出世していた夫が、ある日会社を辞めることを決意しました。これまでの経験を生かして、満を持しての薬店を開業。ところが全くヒットせず、かすりもせず、大失敗。これでもかというほどの大失敗。これまでの経験と自信があったのが吹き飛ばされ、失意の中にいました。そんなある日、お塩を販売しようか、と電話がかかってきました。夫が言うには、医師とかもある。看護師である私は、は？塩と石なんて売るの？気持ち悪い。大丈夫それ。やめた方がいいよ。もっと怪しくなって、売り上げが30円どころか10円になるからっていうような話をしました。いろいろ話を聞くと、お塩とかミネラル、お水を摂取するとめちゃくちゃいい。これは天から授かったものだっていう風に言ってるので、さらにどんどん怪しく思えてくる。私は生理痛持ちだったので、夫から人体実験をするように頼まれ、塩とかミネラル、石で作ったお水の3点セットをスタート。時々ミネラルとかお水をしっかり飲むのを忘れてしまいましたが、忘れてたの。開始して3ヶ月ぐらい経ったある日、夫に生理痛どう？と聞かれて衝撃が走りました。そういえば、その周期、生理痛がない。痛みや不快感を忘れている。肩こりや疲労感もかなりなくなっていることに気づいたんです。さらには、長男のケイちゃんも生後、アトピー性皮膚炎という診断を受け、ステロイドを使っていました。調味料を変えてからは肌荒れが改善している。7歳の現在では皮膚も丈夫になり、薬が全くいらないお肌になりました。まあ、お風呂に怪しい石の粉とか入れてますもんね。子供が生まれて食べ物には気を使うようになっていたつもりでしたが、このお塩と出会って、まさかの塩の持つ微量元素が神経伝達の物質の原料になるとか、体を温めるとか、人間の硬い部分、骨、歯、爪を作るとか、浸透圧で栄養を届けるとか、筋肉を緩めたり縮めたりするなんて、看護婦でも理学療法士でも一回も聞いたことなくて、そんな機能を持っていたなんて驚きました。看護師として理学療法士として西洋医学の中にどっぷり使っていた私、塩は悪、高血圧になるから絶対ダメ、病院でも減塩減塩の一辺と、塩に種類があるってことを全く知らなかったので、毎日摂取している食べ物が人の体を作ります。スーパーやコンビニでお惣菜、冷凍食品を買ってレンジでチンなどの便利なもので手を抜きたくなる気持ちはすごくよくわかります。でも生理痛がなくなったり、貧血、足のつり、肌荒れも、頭痛も、低体温も、チックも、うつ病も、痛風も、低体温も、低血圧も、高血圧も、糖尿病も、腎臓、肝臓も、皆さんが改善している姿を見ると思います。お子さんの体質や精神的なお悩みを持つお母さん、お父さんほど、まず食べているものに気を使ってあげてほしいのです。健康や生きる力をすっ飛ばして、受験や成績にとらわれる大人が多すぎですので、子供の頭も、脳も、体も、心も、すべて食べ物が作っているということを思い知りました。ホッティ薬店を使っていただける皆様へ、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございます。今後も応援してくださると嬉しいです。ということですね。いや、本当にね、上の子供のケイタロウが生まれた時は、もうね、お肌ガサガサ。赤ちゃんって、こんなにガサガサしてるんだ。僕のイメージでは、赤ちゃんってやっぱりツルツル、ツヤツヤなイメージだったんですよね。だけど、顔もガサガサ。この辺も、お腹の辺もガサガサ。お尻もガサガサ。あとね、こういう、肘のところですね。あとは、膝の裏も、もう赤い線が横にバーっと入るぐらいガサガサになって、もう皮膚が薄いんですね。それってやっぱり、赤ちゃんとしては、やっぱりおかしいですよね。あとね、下痢もひどかったんですよ。本当にね、嫁はもう、今も忙しいんで忘れてるかもしれないですけど、夜中にね、何回も起きて、泣くから連れて行くんですよね。そしたら下痢をしてる。おむつを脱がせる。ちょっとお尻を拭こうと思うと、めちゃくちゃ染みるし、まあ、傷になっちゃってるんで、お尻の穴が切れちゃってるんですね。赤ちゃんなのにね。で、もう号泣するから、もう夜中の2時、3時にも何回も何回もお風呂に連れて行き、
シャワーを下からこうウォシュレットみたいにシュワーって温かいのをかけて、なんとかうんこを取る。うんこをそのままだとやっぱりもっともっと肌が荒れてくるからっていうのを何回繰り返したかっていうことですよね。でね、嫁のお母さんも看護婦さんなんですよね。元看護師さんで、今もなんかこう、介護施設でお手伝いしてるんですけど、元看護婦さんの日赤のでかい病院の看護師長さんだったんですね。だけど、塩についてはもう全然知らないです。もうね、うちに来た時とか、僕が帰った時に散々喋って、慶太郎長男のことも肌荒れがひどいっていうのも知ってたんで、そういうのがめちゃくちゃ改善してる。嫁も生理痛がひどかったんですけど、それが本当にね、ゼロですよ。ゼロ。いつ来るかわからないっていうぐらい生理痛が改善するんですね。だから本当にこれを知ってもらえると、人生が変わるんですよ。冗談抜きで人生が変わる塩なんですよ。でね、看護師さんも、看護師長さんのお母さんも全く知らなかったんですけど、やっぱり、ね、今揉んでもらってるんですよ。今75歳ぐらいかななんですけど、めちゃくちゃ活発っすよ。島根県に住んでるんですけど、ニンニク植えてくれたり、うちの農業を手伝ってくれたりしてます。ほんで、それぐらい元気。自分で家事とか、もう全部やっちゃいますよ。塩とか知らなかったお父さんとかは早くに亡くなっちゃってるんです。うちの父親も塩とか知らなくて、僕の薬局時代に60数歳で倒れちゃって、認知症なんですよ。またこれは別の動画でしっかり話したいと思うんですけど、もうそれもあって、やっぱり本当にね、人間を作るのは、塩ってめちゃくちゃ大事だなと。塩の持つ天日で作られる微量元素が全種類入った塩っていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。なのでせめてまずは塩だけでもいいです。ほんとまずは塩だけ。もうね、ミネラルとかアミノとかいろんなね、三種の神器と気持ち悪い石とかいっぱいあるんですよ。だけどまずは塩だけはなんとか変えてほしいです。塩だけ変えると人生本当に変わってきますんで。あとね、美味しさにめちゃくちゃ驚きますよ。もうね、東京のフリーライターの方で、もうね、日本中の塩を500種類以上食べまくったっていう人が味比べをした。僕もね、2、300種類は食べてますよ。だけどその人はもっと言ってて500種類以上食べた。岩塩から何塩から何塩からいろいろ食べた人が僕にメールをくださったんですよ。ぶっちゃけ申しますが、塩は何百種類も食べた人生の中でトップクラスどころかズバ抜けてますと。ただお味噌に関しては美味しいですけど、まだまだ上があります。修練してくださいお味噌はそうかと思ったんですけど、塩は最強をもう突き抜けてるんですよ。なので本当にこれね、まずはね、味わってほしいなと思います。塩をしっかりと取ってみてください。まとめますと、うちの奥様は看護師であり理学療法士なんですけど、塩がいいなんてことはこれっぽっちも聞いたことがなかった。僕も薬局に20年以上勤めましたけど、一回も聞いたことがなかったっていうこと。嫁のお母さんは看護師長までやってたけど、一回も聞いたことがないということでしたね。でも、確かに結果がね、めちゃくちゃ良くなる。生理痛が、嫁はめちゃくちゃなくなった。で、子供のアトピーって言われてたのが、めちゃくちゃ肌がツルツルになった。個人差があるんで、時間はかかったり、早かったり遅かったりしますよ。ただ、絶対に体調は良くなった。で、食べ物、やっぱり冷蔵庫に、皆さんの家の冷蔵庫に入ってる食べ物があなたの体なんですよね。なんで、そこをしっかりと見てほしいと。子供たちの未来のためには、冷蔵庫の中身がめちゃくちゃ大事だということですね。塩をしっかり使ってくださいと。まずは、ということですね。今日もご清聴ありがとうございました。動画ありがとうございます。チャンネル登録もどんどん伸びさせていただいてるんで、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつも本当に見ていただいてありがとうございます。400人超えたな。400人超えてます。まずは500人めがけていきたいと思いますんで、皆さん応援をよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。